今日の一問一答ですね。保健医療サービス分野、訪問看護という単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。指定訪問看護ステーションにあっては、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士も訪問看護サービスに携わることができる。指定訪問看護ステーションにあっては、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士も 訪問看護サービスに携わることができるというふうにありますがこれはその通りで「○」になります。訪問看護が提供できる資格というのは看護師だけけでではなないわけなんですよね他にどんな人ができるかといったら例えば保健師という人もできますし準看護師という人もできますしそれから PTOTST ですね。 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、こういった人たちも訪問看護はできるというふうになっているわけなんですね。まあ、看護師だけではないというところ、保健師、看護師、準看護師、そして PTOT、ST、こういった人たちが訪問看護を提供できるというところをですね、押さえておくといいかなというふうに思います。で、訪問看護ステーション、まあ、訪,問看護訪問看護事業所ですね。 まあここから派遣されて行う訪問のケアやサービスっていうものは、まあ、当然訪問看護の事業所には訪問看護という指定が下りているわけですから、まあ、そこで提供されるサービスというのは訪問看護としてですね介護報酬請求するわけですねまあ算定するわけですけれどもただ PTOTST さんっていうのは訪問してリハビリを行うわけですよね。で訪問リリハビリテーション事業所から 派遣された PTOTST さんがそこでリハビリを行うっていうのは訪問リハビリテーションとして算定するわけですけれども訪問看護ステーションから派遣された PTOTST さんが自宅でリハビリを提供した場合これは訪問看護として算定するわけですね。まあ、指定の違いいがありますから、訪訪問問リリハビリとと看護という、 まあ別視点になりますので、まあ、その事業所から派遣された場合訪問看護事業所であれば訪問看護として算定をし訪問リハビリテーション事業所から派遣されれば訪問リハビリテーションとして算定するというのは、まあ、当たり前といえば当たり前のことではあるんですけれども、まあ、ただリハビリ専門職である PTOTST さんが、まあ、訪問してリハビリを行ったら訪問リハかなというふうに、まあ、一見思いがちといえば思いがちかもしれないわけなんですね。 ですので試験ではこのポイントというのが非常に品質になりますから訪問看護ステーションから派遣されるリハビリ専門職 PTOTST さんこういった人たちが利用者さん宅において提供するリハビリというものは訪問リハではなく訪問看護として算定するんだというですねこのポイントというのを押さえておくといいかなというふうに思います。ということで今日の問題ですが。 指定訪問看護ステーションにあっては、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士も訪問看護サービスに携わることができるというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。